い、はい、ベスト5沼がっぱシリーズということで、はい、また今日もやってまいりました。はい、どうですか今日は。何ですか今日は。 MP5 いきます。ついに MP5 シリーズ、はい、好きな人多いやつですね。じゃあ、はい、早速第5位から。はい、早速第5位からやっていきます。はい、じゃあ第はい、5、はい、はい、ここまで、はい、はい、ってことで第5位は、第5位はあちら、読み上げて。はい、東京マルイスタンダードレンドガン MP5SD6 でございます。ちょっと展示でセレクターがないんですけど、はい、はい、あとねバックプレートがねちょっとね折れちゃってたりとかね。あー、これねちょっと展示なんでね、はい、展示なんでちょっといろいろあるんですけど、はい、こちらおすすめの理由、はい、そしてはここについてる太い筒、はい、いると思うんですけど、太い筒、はい、はい、こちらの消音サイレンサーとなっていて、はい、最初からついているものになります。はい、はい、なんであの何この太い筒のサイレンサー欲しいなって思って、後から探さなくて済みます。最初からついてます。まあ、これに付け替えるやつもねありますけどね、はい、丸井さんのやつだと消音効果がだいぶ ちっちゃいというか、まあ弱いんで。そうですね、まあそしたら KM さんとか、まあ、他のメーカーさんからもいろいろ出てる、はい、出てるので、ぜひそちらも変えることも買うのこと。はい、でまあ、 あのこれ第5位にした理由としては、はい、まあそもそも形が好きで買ってる人が多いほうっていうのが選んだ理由。このサイレンサー仕様で、はい、スライドストック。そうですね、まあ、あの SD5 のこっちの固定ストックでもいいんですけど、多分こっちのこの独特なハンドガードだとか、はい、この太いこのサイレンサーとの相性じゃないですけど、なんかこのフォルムで多分選ばれてる方は多いのかなと思います。丸井さんもあの次世代がね、そうですね、はい、なんか次世代の方にもラインナップに加わるとのことだったので、まあ、じゃあそれも楽しみなんですよね。 こちらはまあスタンダードというやつですね、はい、なので次世代の方の発表も楽しみにしていただければなと、はいはい、思います。ということでこちらが第5位でした。じゃあ続いて、はい、はい、続いて第2位やっていきます。はい、第2位の第2位え第2位っつってそっけどうよやったばかりで4と3がなくなっちゃう。はい、はいはい、そして続いて第4位やっていきたいと思います。はい、第4位の商品はこちら。はい、こっちだね、うん、はい、東京マルイのスタンダード電動ガン MP5A4 となっております。こちらは、まあ、MP5 だと A4 と A5 がまあ大体スタンダードな形なのかな、はい、うん、まあ、好みに、まあ、時代とかいろいろあるけれども、そこにサイレンサーとかがついてるとか、はい、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、こちら選んだ理由としてはまあ一応まあオーソドックスなのかなっていった形なのと、はい、ちなみに展示であのリアサイトとかいろいろちょっと欠けてるパーツがございますけれども、はい、ご了承ください。はい、一応画像もね、はい、入れておきますんで、はい、で、まあ、オーソドックスな形に固定ストック、はい、っていうのがいいのかなと思って、はい、こちらを選ばさせていただきました、うんうん、はい、まあ、固定ストックだと何がいいのって言ったら、まあ、ブレない、ずれない、グラグラしない、うん、あの安定して、うん、あとあの肩に当てたまんまでステイできるのがいいのかなと、ステイ、はい、はい、思います、うん、MP5 これ中身バージョン2のメカボックス入っているので、はい、パーツもし壊れちゃったよとか、うん、あってもパーツ探すのに手間を取らないと思います、うん、まあ、まあ流通量が多い、ね、流通量も多いので、はい、こんなこうしてみようかなああしてみようかなとちょっとご自身でカスタム考えられる際にも、うん、パーツはいろいろ出ているので、うんうん、選べる幅は広がっているのかなと思います。もちろん当店でもカスタム施工しておりますので、うん、そちらも受けれるものが多いと思います、はい、なので、まあ、メニューにないに加えてちょっともうちょっとこうしたいああしたいとかあればそちらも一緒にカスタムの受付の時にご相談いただければなと思います、はい、ということでこちらが第4位の商品でした。そしたら第3位やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ第3位ちょっとこちらになります。こちら東京マルイのハイサイクルレンダーの MP5 クルツ HC となっております。はい、皆さん多分 MP5 クルツのクルツなんで K なのって思うと思います。こちらの短いっていう意味を表しているあのクルツっていう単語の K を取って名前に入っています。はい、短いっていう意味の単語のそう K です。クルツはいが入ってて K だと、はい、
はい、何語だい？ドイツ語でしたっけ？多分ドイツ語、ドイツ語だね、はい、だったと思います。はい、でその頭文字、はい、K と、はい、でその名前の通り、まあ、銃の長さが短い、うん、はい、で、まあ、当然、まあ、他の電動ガンと比べて軽いモデルになってます、うんうん、はい、さらにこれハイサイクルのモデルですので、1秒間に出る弾の数がスタンダードの電動ガンよりも多いよっていうのが、さらに強さを増しているポイントかなと思います。クルツはスタンダードも、はい、スタンダードもラインナップございます。ハイサイクルモデルっていうのもあって、まあ、選んだんですけど、まあ、ちっちゃいので、ちっちゃくて軽いので女性の方はもちろん、あとはアタッカー、フラグ取りに行く人とか、そういった方でもかなり扱いやすいサイズで、なおかつ火力もあるエアガンになりますので、かなりおすすめできる一丁になってます。で、今はこっちちょっとこういった短いけど2本あるマガジン刺さってるんですけど、ドラママガジンの方もご用意ございますので、弾切れの心配もなく、はい、はい、遊べる強い銃、はい、まあ、スタンダードにも使えるマガジンなんですけど、はいはい、ハイサイクルでももちろん使えるし、まあ、多弾倉もっとドラママガジンが使いたければそれを使ってもいいと、はい、はい、いった形になってます。まあ、内側がワンポイントのスリングなんで、うん、まあ、短いまま腰に下げて、腰に下げるんですか？腰、普通に肩掛け、うん、とかにしてここら辺でプラプラしてても走ってて邪魔にならない。 いや邪魔です、それ絶対腰のあたりでプラプラしてたら邪魔でしょう。ここら辺でなんて言ったらいいんでしょうね、腰のあたりでプラプラ、どこのおしゃれなポーチなんですかそれじゃあおしゃれ街中で使いますか？ダメです、街中で持ち歩いちゃダメですまあ、スリングをね、はい、つけてワンポイントで、使いやすいと、うん、はい、長くないので走っててそんなに、まあ、ワンポイントで下げてても邪魔にならない長さ、ね、走ってたら邪魔になりますけどね、まあはい、まあまあまあ、まあ、他の長いのよりは長いのよりかは、はい、いいんじゃないかなと、はい、思います。はい、なのでこちらがおすすめ第3位の、はい、銃でした。はい、そしたら、はい、続いて第2位回っていきたいと思います、はい、そっちかい？はい、こっちです。はいはい、はい、そしたらどれ第2位はあちら、はい、東京丸いスタンダード電動ガン、はい、MP5J でございます。はい、まあこれ J、 今日は日本の警察とか今後の施行機関が使っているモデル、まあ、ジャパン仕様ってことだよ ね、 要はね、ジャパンって感じです。はい、ぐあ白身ゴー出てきた今ジャパンって、はいオッケーはい、というモデルになってます、はいはい、最大の特徴はこのストック、はい、はい、最大の特徴はストックなのかな。ストックですよ、ストック、はい、いやいや近づかないと見えてはいはいはい、はい、実銃同様の、はい、大型化した、うん、この F ストックって呼ばれるストック、はい、まあ、普通のやつよりちょっと大きいですね。ここにちょうどない、こっち側かこういうやつとはちょっと違って、はい、こういうちょっと肉厚って言ったらいいですかね、はい、大きめのストックになってます、うん、はい、ここで、はい、ストックここに調整のやつはいるんですけど、うん、ストック入れた時にちょうど使いやすい位置に、引っ張りやすい位置に、うん、くるクイックリリース機構というものも搭載されているみたいなので、はい、ぜひね、天地じゃないもので試していただけたらなと。ちょっと天地だとね、全部古くなっちゃってるから、ちょっと動きがよろしくないですね、はい、鈍くなっちゃってるとか渋くなっちゃってるのがどうしてもあるんですけど、はい、まあ、本来ここをちょっとやるとむにゃってちょっと出るんだよね、はい、ちょっと出るように、はいはい、なっています。なので、まあ、そういったところがポイントなのかなと思います、はい、まあ、中身としては普通の MP5 のスタンダードと基本的に変わりはないんだけど、はい、まあ、元からちょっとデザインが違ったりとか、はい、まあ、あとこのマウントベースも元からついてると、まあ、他のに付け替えることもこれは可能です。であとは一応このあれだね、セレクターのところに3点バーストのちょっと表示があるんだけど、これはダミーです。ダミーなんだよね、はい、で他の MP5 だとあるやつないやつ、まあ、次世代だと今度出てくるんだろうけど、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっとその辺のねデザインの違いで、まあ、J がいいという方もいらっしゃるということで、はい、これが第2位になってます。そしたら続いて第1位やっていきたいと思います、はいはい、向こう向こう向こうね向こう
愛と、はい、いうことでこちら、はい、第10位はこちら東風丸一世代電動ガン B5A5 でございます。まあ、次世代電動ガンになったので、はい、まあ、全部が今フルメタルの状態となっています。うん、なので今私片手で持ってるんですけど、めっちゃ重いです。筋トレ嫌です。筋トレです。筋トレ嫌いです。はい、で、この塗装もちょっと美しいメタリックブラック、メタリックブラック、うん、はい、になっているみたいです。うん、あ、メタルなんで質感がね、やっぱり違うよね。そうですね、はい、MP5 スタンダードとかだと樹脂製のところが多いんですけど、うん、これやっぱ次世代電動ガンなだけあってちゃんとメタルです。はい、重いです。はい、でこちらやっぱ次世代なので、リコイルもしっかりついていたりですとか、はい、まあ、これMP5、知ってる人ならちょっとやってみたいなと思うであろう HK スラップHK スラップHK スラップ、はい、はい、ができる仕組みになっています。はい、まあ、これ丸井さん多分初めて搭載したんだと思うんですけど、M システムと呼ばれるものも搭載されているモデルとなっています。はいはい、で、まあ、M システムって何ぞやって話なんですけど、はい、まあ、簡単に言ったら丸井さんの独自の IC チップで、まあ、いろんなものが全て制御されているよといった形。すんごい簡単に言ったね。はい、すごい簡単に言いました。FET だとか、バーストの設定とか、そういあとバッテリーの残量だとか、そういったものが、管理、これはトータルで管理されて、一応なんかインジケーターみたいなのがあって、これ1個ダメでも、ここがやばいぞってこうお知らせしてくれるっていう機能があるんだよね。そうですね、はい、はい、そんな機能も多分ついてて、多分これからもつい、出てくるやつ、今後ね、丸井さんのはそういうのが結構増えてくるんじゃないのかなとも思いますがね、思います。で、これコネクターのところが、スリーピンって言ったらいいんですかね、スリーピン、ツーピン、スリーピン、なんかちょっと特殊なコネクタ の、はい、やつもついていて、多分それが今後多分丸井さんから出るであろうリポバッテリーのコネクタとなっていると思いますので、はいはい、そちらもちょっと楽しみにしていていただければなと思います。なるほど、まだ発売されてないんですね。そうですね、まだちょっと、はい、発売時期も出てなくて、一応これの発売と同時じゃないけど、一応発表は今後ありますよっていう話になってるんだよね。はい、そうです。だからそれがいつになるかと、はい、まあ、先ほどもM システムでちょろっとお話しさせていただいたんですけど、これ3点バースト、使えるようになってます。はい、はい、なのでMP5 せっかくねセレクターのところにこれがあって、今までスタンダードだと使えなかったんですけど、ただデザインだけっていう、ね、はい、パターンがありました。今度次世代の電動ガンの方では、しっかりと3点バーストも使えるようになっていますので、そちらもお楽しみください。まあ、品切れが続いてるけど、はい、まあ視聴時期によってね、またあるなし、在庫はちょっと、はい、お店の方までね確認いただければと思うんですが、予約とかもしてたりしてなかったりするので、してたりしてなかったり、はい、そうだね、はい、時期によってマガジンかページがなかったりとかも、皆さんやっぱマガジンがないと、そうですね、マガジンも多分予約受け付けてたりするので、ね、したりしなかったり、はい、その時によってちょっとね視聴時期でまた変わると思いますんで、なのでもうぜひあったら買いです。はい、あったら買いです、はい、たまに中古でもポロッと出てます。ああ、まあね、はい、そういうのはあるね。なんですけど、まあ、基本的にはもう店頭にお問い合わせください。直接来ていただいても大丈夫ですし、電話でも大丈夫ですので、はい、ぜひわからないこととかちょっと確認したいよといったことありましたら店頭まで。中古情報はね、ツイッターで流れることがね結構最近ありますので、ですね、まあ、全部じゃない時もあるんですけど、上げれない時も多々ありますので、はい、まあ、一番はお店に来てもらって確認してもらうのが一番いいんですが、はい、まあ、ツイッターとかうまくね電話で、はいはい、ご連絡いただければあれば、ね、させていただきます。 ご紹介できるかなと思いますね。はい、ということでこちらが第1位の10位でした。はい、ということで今回ははい、MP5 やっていきました。ベスト 5MP5 編、やっとちょっとまた丸井さん、そうですね、丸井さん、まあ、オーパレードですね。まあ、はい、他は、まあ、出てるけどやっぱり売れ筋としてはね、そうですね、丸井さんになっちゃうね、どうしても、ね、はい、まあ、あとはシーマさん、シーマとボルト、ボルト、まあ、この辺もまたね出してるんですけど、まあ、売れ筋で言うとやっぱ丸井さんが一番、はい、まあ、ベストファイターにするとね、はい、どうしても出てきちゃうんじゃないかなというところですね。あと次世代がね今出てきちゃったからね、また新次世代もね、はい、新しいやつもちょっと期待ですけどね、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。